はい、ゾウの部屋です。今回は朝倉海をバンダム級グランプリで優勝させる驚愕のシナリオとはについてです。朝倉の兄貴が失神 KO で負けてしまい、メッキが剥がれつつある中、一心の期待を背負っているのが弟の朝倉海選手です。しかし、朝倉海選手も1回戦で最弱と思われていた渡辺修斗選手に対して寝技や組み技で穴を見せてしまい、一抹の不安がよぎりました。万が一9月に行われる2回戦で四天王元谷勇気選手にコロッと負けてしまうことがあれば、ライジン人気に陰るが見えるかもしれません。もし扇久保選手が優勝してしまえば、扇ちゃんファンの15人と彼女が喜ぶだけになってしまいます。ライジンの勢いを維持するためにも、朝倉海選手を是が非でも優勝させるためのシナリオを考えてみました。まず2回戦進出メンバーですが、朝倉海選手、井上直樹選手、扇久保博正選手、元谷勇気選手です。そこに勝手に金太郎選手、滝沢健太選手、倉本和馬選手、大塚選手を加えました。ここで海選手が苦手とするファイターランキングを考えてみました。海選手の強さはリーチの長さ、ボクシングスキル、腰の重さ、スピード、パワーです。弱点は組み技、寝技、ディフェンス力の弱さです。またファイトスタイルはサウスポーを苦手とします。マネル・ケイプ選手は海選手との1戦目2戦目ともサウスポーにスイッチし、海選手の攻撃力を低下させ、2戦目は完勝しました。サウスポーに弱い理由はまた別の動画にします。これらを踏まえ、海ピョン苦手ランキングを作成していきます。リーチ、寝技、組み技で上回られ、打撃スキルで競っているのが井上直樹選手です。井上直樹選手は身長175センチ、リーチが180センチもあります。カイピョンは身長172センチです。井上直樹選手は8つの一本勝ちがあるグラップラーで、打撃スキルも非常に高く、四天王石渡選手を左フックからのカウンターに右のショートを合わせ KO しました。カイピョン苦手ランキング堂々1位です。次にリーチで上回られているのが滝沢健太選手です。身長が177センチで、リーチは171センチと短いのですが、蹴りを得意とし、打撃の距離、リーチが長いので選びました。また、ストライカーではありますが、高校時代はレスリング部に所属しており、組み技のスキルもあると思います。次に、カイピョンが苦手とするサウスポーが一人います。それがアウトサイダー、金太郎選手です。殺傷能力の高い打撃とパウンドを持つオールラウンダーの人気選手です。カイピョンとの相性は非常に良い選手だと思います。井上直樹選手が頭一つも二つも抜けていますが、この三人がカイピョンが苦手とするファイトスタイルだと思います。逆にカイピョンが相性が良いのは、リーチ差がありすぎる倉本和馬選手、扇久保博正選手です。倉本選手はレスリングエリート、扇久保選手はグラップリングの強いオールラウンダーです。この相性の良い2人と試合ができるよう組み合わせると優勝がぐんと近づきます。2回戦の抽選の様子を予想してみましょう。海選手は1回戦は誰でもいいと言いながら最弱の渡辺修斗選手を選びました。今回も誰でもいいと言いながら、しれっと一番勝つ可能性の高い倉本選手を選ぶでしょう。そして元谷選手はリベンジで扇久保選手を選び、大塚選手は一番勝てそうな滝沢健太選手を選ぶのではないでしょうか。金太郎選手は貧乏くじである井上直樹選手を選んでしまいました。カイピョン VS ジャーマン倉本ですが、試合展開はジャーマン倉本はリーチ差、打撃スキル差を攻略できず、何度かテイクダウンは決めるものの寝技のスキルが足らず立ち上がられてしまうでしょう。結果、カイピョンの判定勝ちとなります。
どうしても倉本選手は身長163センチとリーチが短すぎるので、長いリーチのカイピョンには通用しませんでした。元谷選手は再び 1-2 のスプリット判定で扇久保選手に負けてしまいます。滝沢選手はストライキングの成長を見せ、大塚選手に判定勝ちします。井上直樹選手も石渡り戦でサウスポー対策もバッチリでしたので、難なく金太郎選手に勝ちます。そしていよいよ大晦日の決勝トーナメントです。カイピョンはまた誰が来てもいいと言いながら一番勝てそうな扇久保選手を選びます。扇久保選手は身長162センチで非常にリーチが短くストライキングが届きません。また堀口選手が言っていたように扇久保選手はカイピョンの打撃にビビってしまい体がこわばり1ラウンドで TKO 負けしてしまいます。カイピョンは回戦をノーダメージ、スタミナも消耗することなく突破します。井上直樹 vs 滝沢健太戦ですが、スキルで上回る井上選手と体格、フィジカルで上回る滝沢選手の競り合いになります。井上選手は自分より背の高い選手との戦いは初めてとなり、滝沢選手の打たれ強さに苦戦します。滝沢選手をボコボコにしながらも KO できず、3ラウンド判定勝ちします。しかし、パンチを頭に打ちすぎたため、拳を骨折してしまい、決勝は危険です。結果、決勝戦はダメージが深く、スタミナを使い切った滝沢選手とカイピョンの戦いとなりました。滝沢選手は、ダメージが深く、スタミナを切らした割には頑張って戦い、3ラウンド判定負けしてしまいました。これで雷神の描いた通り、カイピョンは優勝し、YouTube の登録者数も120万人を超えました。そして堀口選手との3戦目が3月に組まれ、大方の予想通り1ラウンド秒殺 KO されてしまいます。試合後のインタビューでは引退をほのめかし、ニュースに取り上げられます。そして翌日引退を即撤回し、スポンサーを紹介していきます。そこでいつも通り UFC 王者を目指すと明言し、ちゃっかりとビジネス UFC を活用し、登録者数をより増やしていくでしょう。以上となります。次の動画は、Ryzen 29バンダム級グランプリ1回戦朝倉海選手が勝てない選手とはについてです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは、さよなら。